네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 개발자 토크를 시작할 겁니다. 네, 서 계신 분들은 빈 자리가 많으니까요. 앉아주세요. 네. 네. 지금 유료 스트리밍을 보고 계신 분들이 또 있을 수 있으니 다시 한번 인사드립니다. 파이널 판타지 14 한국 서비스 사업팀장 김승현입니다. 반갑습니다. 네, 앞서 말씀드린 이번 시간은 파이널 판타지 14 세계관에 대한 얘기를 들려드릴 개발자 토크 시간입니다. 네, 오늘 주제는 그 팬페스티벌 서울에서 최초로 공개되는 내용이고요. 어떤 내용이냐면 창천의 이슈가르드 캐릭터들의 탄생 비화에 대해서 얘기를 들려주실 겁니다. 네, 상당히 흥미로운 얘기들이 많이 있으니까요. 여러분들 꼭 재미있게 들려주시면 좋겠습니다. 그럼 오늘 얘기를 들려주실 파이널 판타지 14 시나리오 라이터 오다 반니님과 파이널 판타지 14 로컬라이즈 디렉터 마이클 크리스토퍼 코지 폭스님, 그리고 통역을 도와주실 한국 서비스 로컬라이즈 매니저 조윤민님과 사업팀 추윤경님을 모십니다. 큰 박수 부탁드립니다. はじめまして、英語ローカライズそして、世界設定をヘルプしていますマイケル・クリストファー・コージ・ホックスです。よろしくお願いします。여러분안녕하세요처음뵙겠습니다영문판로컬라이징과세계설정을도움드리고있는마이클크리스토퍼코지폭스입니다잘부탁드립니다長くてすみませんでした이름이길어서죄송합니다覚えづらいと思うので皆さん、コージって呼んでください。외우기힘드실테니그냥코즈라고불러주시면됩니다皆さんはじめまして世界設定とメインシナリオを担当しております小田と申します。よろしくお願いします。여러분오늘처음뵙겠습니다세계관설정과메인시나리오라이터를담당하고있는오다반니라고합니다오늘잘부탁드립니다はい、じゃあ、2人とも、韓国が初めてっていうか、小田さん、海外出張も初めてなんですよね。저희둘다한국이처음인데요。小田さんは그러고보니까출장이、해외출장이처음이신거아니신가요？初めてです。ちょっと緊張していますので、皆さん優しくしてください。네、저오늘처음출장한국에와서요。여러분이좀오늘상냥하게저를대해주셨으면좋겠습니다。まあ、なので、さっきの短い自己紹介だと、聞いててもやっぱこいつら誰なんだっていう思ってる、ファンはいると思いますので、もうちょっと詳しく話しましょうか。あっか、とも짧게설명、저희소개를드려서、저희그렇게설명을드렸어도、얘네누구지라고생각하시는분들이굉장히많으실것같아서、조금만더자세하게설명드리도록하겠습니다。自分なんですが、先ほど言った通り、世界設定の担当と、メインシナリオを含むクエストなどの物語を考えたりする仕事をしています。네、저는다양한세계설정을생각하기도하고メインシナリオを포함한각종퀘스트를집필하고있습니다。他のシナリオライターの監修とか、そういったものも業務なんですが、ほとんどは雑用です。다른시나리오라이터작업감수등을담당하고기도합니다만하지만대부분잡다한업무가많습니다。地名、人名、アイテム名、まあ、とにかくいろいろなものの命名や、ミニオンリストや、コンテンツファインダーなど、さまざまなフレーバーテキストの執筆なんかも、自分の担当です。地名名や人物名、アイテム名、モンスター名등、그리고또꼬마친구リストや탈권リスト、いろんな다양한テキスト執筆등을담당하고있습니다。こまごまとした地味な仕事ですね。네자잘자잘한평범한업무가많은편입니다자次기私なんですけどまあメインの仕事は英語版のローカライズですが旧 FF14 の発売前から一応世界設定のヘルプもしています。다음으로제소개를드릴텐데요제메인업무는영문판로컬라이즈입니다만구파판14발매이전부터세계설정을도움드리고있습니다
はい、名称などに関しては、まあ、ほとんどのものがやはり日本語をベースになっていますが、ものによっては実は英語が先に、提案されていて、それが、日本語に翻訳されてからゲームに入っているものもあります。例えば場所名や敵の技っていうのが、特にそうですよね。名칭같은경우에는대부분역시일본어가베이스로먼저만들어지는데요경우에따라서는영문명칭에안이먼저나와서그것이일본어로번역되는경우도적지는않습니다예를들면지역명이나기술명이특히그렇습니다まあ、あとは、まあ、ゲームで使われている、曲の歌詞も書いたり、あとはその曲を、無理やり歌わされたり、もしています。그외에는요게임에사용되고있는곡의가사를쓰기도하고요노래를억지로부르도록다른분들이시키고그런일들을하고있습니다まああとは最近となるとやっぱちょっと調子に乗ったり、まあでもそれ最近からじゃないですよね。昔からですよね。もうスクエニ13年ですから。그다음에최근에는약간깐죽깐죽잘놀기도하는데요아최근은아닌것같습니다옛날부터인것같습니다스퀘어닉스에서일하기시작해서벌써13년째입니다はい、じゃあ、まあ、時間があるようであんまりないので早速本題に入りましょう。小田さん、どうぞ。네、그럼시간이되었으므로예시간이아까우니까요네그바로본론으로넘어가도록하겠습니다오다상잘부탁드립니다はい、本日は、メイキングオブ蒼天キャラクターズと題して、蒼天のイシュガルドに登場する主要なキャラクターがどのように考案されて形作られていったのか、途中で変わった初期設定なども交えながら解説していきます。네오늘은창천캐릭터들이탄생하기까지라는테마로창천의이슈가르드에등장하는주요캐릭터들을어떻게생각해냈고캐릭터디자인은어떻게만들어졌는지중간에바뀐초기설정등의이야기도섞어가며설명하도록하겠습니다ただしあのキャラ作りのノウハウ解説というわけではないので、お話作りやキャラ作りのやり方は本当に人それぞれだと思っています。하지만오늘은캐릭터제작노하우에대해설명하는코너는아닙니다스토리와캐릭터를제작하는방법은사람마다스타일이다다릅니다自分もいろいろと模索をしながら吉田さんや前広さんあとはメインシナリオライターもう一人の石川さんやもちろん浩二さんなどからさまざまな人からアドバイスをもらってやっています。네저도여러방법을모색해가며요시다씨나마에이로씨그리고메인시나리오디렉터인이시카와씨코지씨와같은많은사람들의조언을받아가며작업하고있는상태입니다お話作りのノウハウが知りたい人はちょっとごめんなさい今日はそういうパネルではありません네노하우에대해알고싶으셨던분들은죄송하지만오늘은노하우에대해설명하는자리는아닙니다それじゃあ最初はこの人からいきましょうか yeah.처음에오늘소개해드릴인물은바로이사람입니다してますよ絶対最初に考えたのはあのグナス族のイダテンですよ제일처음으로생각한거는그나스족의날샌돌이아닌가요そういうわけじゃないので、まあ、早速次に行きましょうか그럴리가없으니까일단소개를해드리겠습니다はい最初はこの人ですほらイダテンですね当たってましたあ、左下に映ってますね。あ、뒤에있네요。はい、まあとにかく、イゼルの方の解説から始めていきたいと思います。네、일단이설명을먼저시작하도록하겠습니다。蒼天の重要人物の中でも、アルフィノやオルシファン、エスティニアンといった既存のキャラクターを除くと最初に考案されたのがイゼルです。창천의주요인물중에서도알피노오르슈팡에스티니앙등기존의캐릭터를제외하고맨처음생각해낸캐릭터가바로이젤입니다이다텐じゃなかったですね이젤입니다소리가아니었군요はい이젤ですねはい キャラクターの作り方というのは本当に人それぞれでキャラクターの設定を考えてから物語をつけるシナリオライターもいれば物語のプロットを先に考えてから必要な役割を当てはめてキャラを考える人もいます
캐릭터를만드는방법은사람마다다다릅니다캐릭터를설정을잡은다음에스토리를입히는시나리오라이터가있는가하면스토리를구상한다음필요한역할을적용시키는형태로캐릭터를만드는사람도있습니다오다상은어디ですか오다상은어느쪽이신가요自分はどちらかというと、後者の物語のプロットが先ですね。で、저는두스타일중ストーリーを먼저구상하는후자에속합니다。でもこのイゼルというキャラクターは例外で、キャラクター設定が先で、そこから物語が生まれました。しかも発端はモンスターのデザインです。네하지만이젤은예외적으로캐릭터설정을먼저한다음스토리가탄생하게되었습니다뿐만아니라몬스터디자인에서탄생하게된보기드문캐릭터입니다吉田さんがファイナルファンタジー14のプロジェクトを引き継がれてから FF らしさをよりもっと増やしていこうという方針を取りましたその際にデザインチームに対してファイナルファンタジーの有名なモンスターをいくつかデザインしてくださいというオーダーをしました네요시다씨가파판14프로젝트를이어받았을당시에파판다운느낌을증폭시키기위해디자인팀에지시를내렸는데요바로파판시리즈의유명한몬스터를몇가지만들라는내용이었습니다この時明確な用途や実装のタイミングなどが決まっていない状況で先行してデザインが行われました芝もその一つです네그때당시에명확한용도나등장타이밍은정해져있지않은상태로시작하게되었고요시바도그때나오게된캐릭터입니다で小田さんちなみにあの時書いてもらったやつで、ボツになった案ってありました참고로그때쓰셨던것중에보류되거나또요시다상에게까인것도있으신가요요시다さんが近くにいる状況ではなかなか言えないですね아요시다씨가여기근처에계신상황에선제가말하기가힘드네요ですよねまだ使う時はあるかもしれないですからね역시그렇죠앞으로어떻게사용될지모르는거니까요はい、それでは結果的に上がってきたデザインがこちらです네결과적으로완성된형태가이형태입니다はい、デザインが先に行われて申請がリリースされた後に版新として扱うことが決まりました네신생릴리스후에야만신으로설정하자는사항이결정되었습니다その際に我々世界設定の担当者にどんな版新版新というのは蛮族が召喚しますのでどんな蛮族が召喚したのかといった設定を決めてほしいというオーダーがありました네그때당시저희세계설정을담당하는팀에어떤야만족이소환한야만신인지이에대한설정을구체화시켜달라는주문이들어왔습니다はい、確か 2.x シリーズを作り始めた頃だったと思うんですがじゃあ芝って誰が召喚したのかっていうのをいろいろと考えていきました네아마 2.x シリーズを만들기시작했을무렵이었던것으로기억하는데요芝는그럼누가소환을했죠で、まあ、この時点で、まあ、確かに蛮神のついてなかった蛮族って言えばゴブリンとキキルンとあとまあギガス族でしたよね。で、이시점에서야만족이랑연결되어있지않았던야만신과연결되어있지않았던야만족이라고한다면고블린족과키키룬족그리고거인족이있었네요で、当時覚えてるのが特に北米とかのフォーラムで芝を召喚するのはギガスじゃないかってすごい盛り上がってました。で、それはなんでかっていうとやっぱりこう使っているギガスのモデルも FF11 のモデルで FF11 だとギガスは寒いところに住んでましたからきっと召喚するのはギガスじゃねえかという意見が多かったですね당시북미지역의그사이트에서그시바는시바를소환하는것이거인족이아니냐는의견이굉장히뜨겁게있었는데요그이후로는그파판14에서사용하고있는모델이파판11의거인족이었기때문입니다파판11의거인족은추운곳에살고있다는설정에있었습니다当然この3つの種族が候補には上がったんですが結局どれもしっくりこなかったのであれこれ考えて生まれたのがこのアイデアです네하지만모두이세종족모두썩잘어울리는느낌이 아니었기때문에결국엔이것저것고민하던끝에나오게된아이디어가이것이었습니다시바와氷のモンスターとして有名なキャラクターですので
寒いクルザスの人たちが召喚したことにしようというアイデアを考えました。네시바는얼음속성몬스터로유명한아얼음속성으로유명한몬스터이기때문에추운한행지대인커르다스에있는인간이소환한것으로설정하기로했습니다はい、そしてクルザスには、イシュガルドがドラゴンと戦っているという設定があり、その中に、ドラゴン族に味方をしてしまう人たちがいるという設定がありましたので、そこと結びつけました。그리고이슈아커르다스는드래곤과싸우고있다는설정과인간중에적대관계에있는드래곤족에게도움을주고있는있다는그런이단자가있다는설정을연결시켜야겠다고생각했습니다しかも芝のデザインが偶然なんですが耳が尖っていてエレゼンっぽかったのでエレゼンの女性が体に蛮神を宿していることにしようと思いつきました。네게다가우연히도시바의귀가뾰족한모양이어서엘레젠족여성의몸에빙의한것으로해야겠다는생각이떠올랐습니다誰が召喚したことかというのが決まるとあとはなぜ呼んだのか願っているのはどんなことかそういった動機を考えていくことでキャラクターが出来上がっていきます。네이제나머지는동기에대해생각하면캐릭터는완성된모습을갖춰가게됩니다それを考えるときにまず旧 FF14 の時代からあった初期設定を読み込みその中からアイデアを選択して芝という蛮神に織り交ぜることで聖女芝と聖竜フレースベルクの設定が考えられました。네이생각을한당시에파판14초기설정에대해서하나하나짚어보았고요그때그녀는왜야만신을소환한것인지그리고왜그런행동을하게됐는지소원을비는대상은누구인지하나하나생각하게되었습니다네やっぱあの伝説を元にいろんなストーリーが出来上がっていてしかもあのヘブンズワードのテーマ曲のドラゴンソングもあの伝説を元に歌詞も書いてます。그이야기가그전설을바탕으로여러가지이야기들또한만들어졌는데요그이야기들이외에도그이야그전설을바탕으로헤븐스워드의테마곡의드래곤송의가사도만들어지게되었습니다はい、ちなみにイデルのデザインは、シバモンスターとしてのシバから逆算をして考えています。네참고로이두가지디자인은이제레아이젤의디자인은시바에서역산한형태입니다튼튼した長い髪を下ろした状態でロングヘアにして青いタイトな服から青いゆったりとしたローブにといった形で変更していきました。쭉쭉뻗은머리카락을길게늘어뜨렸고또파란색의타이트한의상에서낙낙한느낌의파란색로브를거친형태로완성되었습니다あのシバの頭のあの髪型はあれは氷で凝ってるジェルですか?그시바의쭉뻗은뻗은머리는혹시얼음으로얼은건가요?아니면젤로고정시킨건가요?かなりハードな氷ですね。아딱딱한얼음이죠。では次のキャラクターいきます。자그럼다음캐릭터로가겠습니다。휴すごい人気ですね。굉장한인기가있네요。はい、イデルさんの次に生まれたのがアイメリクです。다음으로탄생하게된캐릭터는바로아이메리크입니다。はい、もともと旧 FF14 の時代からイシュガルドには青大使という若いリーダーがいるという設定が存在していました。원래구파판14에이슈가르드에는푸른황태자라는젊은리더가있다는초기설정이존재했었습니다この設定は自分がこのプロジェクトに入る前から存在していた設定です이건제가파판14프로젝트에합류하기전부터존재하던설정입니다ただし細かい設定までは決められていなかったので細部を詰めて争点のメインキャラに据えることにしました하지만구체적인설정까지는정해져있지않았기때문에세부사항을정해서창천의메인캐릭터중하나로설정하기로했습니다メルヴィブはカヌエのようにイシュガルドをする代表のキャラクターが必要だったからです네メルヴィブなカヌエセナ처럼이슈가르드를대표하는인물이필요했기때문입니다
つまり彼は物語に必要だったから生まれたタイプのキャラクターです。네참고로아이메리아이메리크는스토리상필요했기때문에만들어지게된캐릭터입니다이슈가르도의요소例えば竜と戦う騎士であったり春を根を崇めている教会であったり隠された歴史と偽の歴史の矛盾といったものを象徴するキャラクターにしようと思いました。이슈가르드의요소인예를들어서용과싸우는기사나할로네를숭배하는교회숨겨진역사와조작된역사의모순이라는요소를구현하는존재로설정하기로했습니다설정이決まったら次は外見です네설정이되면잡히면은그다음은캐릭터모습을잡게됩니다アイメリクの基本的なキャラクター作りが終わり絵作りを考えたときにやっぱりイケメンがいいだろうなと他の代表と差別化するためにはこれしかないと思いました。アイメリクの基本的なキャラクター설정에대한가닥이잡혀서キャラクター디자인을생각하게되었을때다른대표들과의차별화를두기위해서는역시훈남인게좋겠다고생각했습니다ちょっと待って小田さんって今イケメンがいい他の代表と差別化をって言ってましたよね。それってラオバンはイケメンじゃないとでも言いたいのか？잠깐만기다려주세요오다씨지금잘생긴게좋겠다고생각하셨죠그리고다른대표다른지도자들과차별화를두시겠다고생각하셨는데그러면라오바는잘생기지않았다는뜻인가요それってひどくないですか？いやねえ皆さんラオバンってかっこいいですよね。너무심하지않나요라우방멋있지않나요여러분それじゃちょっと皆さんに聞きたいんですがラウバンとアイメリクどっちがイケメンですか네여러분에게묻고싶은데요그럼라우반이랑아이메리크랑어떤쪽이더훈남인가요라우반아이메리크와まあ半々ってことにしましょう반반인걸로하죠はいこんな感じでイケメンになりましたよかったですねはい죄송합니다이런느낌으로훈남으로완성되었습니다さらに忠誠心の高いクールな女性キャラが副官的ポジションとして存在するといいなと考えました。네추가로말씀드리자면충성심이강한멋진여성캐릭터를참고로참모로두는안을생각했습니다どんな素敵な女性が横にいてもデレデレしないそういった描き方ができればアイメリクのキャラ性が確立できるのではないかと考えました아무리멋진여성캐릭터라할지라도절대연애감정을드러내지않게묘사할수만있다면아이메리크의캐릭터성을잘나타낼수있지않을까생각했습니다아레なんか2人いますよ왜두명이나있는거죠なんか副官2人も必要なんですかなんかアイメリクってどんだけ忙しいのか부관이두명이나붙어있는거면아이메리크는얼마나바쁜건가요도대체当初は部の副官と文の副官という構想がありました네처음에는문무두명의부관을두려는구상도있었기때문입니다いつの間にか右のキャラクターだけがルキアとして生き残って左のお姉さんはどこかに消えてしまいました네오른쪽캐릭터가루키아로살아남았고왼쪽캐릭터는어느사이인가사라지게되었습니다それでは次に行きます。그럼다음으로들어가겠습니다。次はフォルタン家の人々です。다음은포르탄과사람들입니다。蒼天のイシュガルドの売りの一つに、長らく入ることができなかったイシュガルドに入ることができるという要素がありました。네、창천게임의마케팅포인트중하나가정말오랜기간동안저멀리배경으로밖에볼수없었던이슈가르들의드디어발을들여놓을수있다는것이었습니다。また物語としても粒子戦争にイシュガルド陣営として加わることから町に思い入れを持ってもらう必要はありました
또한스토리상으로도용시전쟁이이슈가르드진영에서벌어지기때문에이슈가르드거리에애정을가지게할필요가있었습니다에そこで、一時的にイシュガルドに住んでしまうといった感覚になれば、愛着を持ってもらえるんじゃないかと考えました。ね、그래서일시적으로이슈가르드에거주하는느낌으로흘러간다면애착을갖게되지않을까생각했습니다。じゃあホームステイ先を考えましょう。그럼머물곳을만들어야겠다고생각했습니다。イシュガルドの特徴である貴族社会を表すためにまずホームステイ先、ホームステイ先は、大貴族がいいだろうと思いました。で、イシュガルドの特徴인귀족사회를잘나타내기위해서는먼저ホームステイ처로는대귀족이좋겠다고생각했습니다。しかし神聖のメインクエストでは貴族の嫌なところが大きく出過ぎていたように感じました。하지만신생메인퀘스트에서귀족의안좋은면을지나치게보여준건아닌가싶었습니다第2の我が家と考えてもらうためにも揺るぎのない味方であり友好的な人々である必要がありました。제2의고향이란느낌을받을수있도록절대적으로내편인우호적인사람들로설정할필요가있었습니다。その結果考えたのが頼れるパパと癖の強い憎めない兄弟という構図です。그결과생각해낸것이의지할수있는든든한아빠와성격은강하지만미워할수없는형제의구도를생각했습니다ちなみに自分は明確な短所があるキャラクターが好きで描きやすいと思っています。참고로저는단점을확실하게지닌캐릭터를좋아하는편이고그런캐릭터가묘사하기도쉽습니다ですのでキャラクターの作るキャラクターを考えるときには長所と短所をセットで考えます。順番に紹介していきましょう。그래서캐릭터를만들때에는장단점을항상세트로생각하곤하는데요순서대로소개하도록하겠습니다。はい、長男です。네、첫째아들입니다。長男の長所は真面目で良識的で模範的な貴族です。네、첫째아들의장점은성실하고교양있는모범적인귀족입니다。短所は融通が利かず先入観が強く排他的。단점은융통성이없고선입견이강한데다배타적이라는점입니다。はい、次男の長所は友好的であることです。둘째아들의장점은우호적이라는점입니다。단점は遊び人のお調子者。단점은놀기좋아하고우쭐대는성격이라는점입니다。じゃあ次に三人目行きましょう。다음으로셋째아들로가겠습니다。あれ？3人っていましたっけ？お、3名いな言ったんかよ。皆さんオルシファンのことだと思っているんでしょうが、実は違います。オルシファンを除いて3兄弟という設定でした。여러분지금오르슈팡이라고생각하고계시는것같은데요달르고요사실은오르슈팡을제외한3형제입니다。最初に提出したプロットを見て吉田さんがキャラクターが多すぎるというダメ出しをしてきました。처음제가제출했던안을보고요시다 PD 가캐릭터수가너무많다고해서그안은통과되지못했습니다。個々のキャラクターを掘り下げるためにも人数を減らすべきであると、そういった意見からあえなく三男はお蔵入りです。네、각각의캐릭터에대해더깊이파고들기위해서라도사람수를줄여야한다는의견이었기때문에어쩔수없이셋째는창고로들어가게되었습니다。あのお蔵入りってことはホルタン系のオクラにいられてるわけではないですよね。창고에넣으셨다고말씀하셨는데요설마포르탄가의창고에넣었다는말씀은아니신거죠？開けてくれ開けてくれそうじゃないです。아그렇지않습니다。まあ、結果的に正しい判断だと思っております。결과적으로는올바른판단이었다고생각합니다。その代わり三男が持っていた要素を次男に足しました。そして結果こうなりました。그대신셋째의요소를둘째에추가함으로써최종설정은결과적으로이렇게되었습니다。はい、次男エマネランとその従者オノロワは実質的に2人で1つのキャラクターのようなものです。네、둘째아들에마넬렌과그시종오노루아는사실상두사람이하나의캐릭터같은존재입니다。常にセットで行動させることでキャラクターの数は
多く見せずに相互に補完し合うことで、まあ、ともすると嫌われがちな遊び人という設定の次男をどこか憎めないキャラクターにできるのではないかと考えました。항상세트로행동하게만들어서캐릭터수가많아보이지않도록했고요놀기좋아하는성격이라자칫미움받기쉬운둘째아들과상호보완하는관계로설정함으로써에마넬링을미워할수만은없는캐릭터로만들수있을거라생각했습니다ただまあ好き嫌いのキャラクター、はっきりするキャラクターだとは思っています。그럼에도불구하고호불호가많이갈리는캐릭터라고생각합니다はい、次はパパですね。네、다음은다음으로넘어가겠습니다威厳のある貴族、渋いおじさん、やたらとステッキを持っていることにこだわった発注書が出てきました。네、貴族의위험이느껴지는중후한남성으로반드시지팡이를 들고있어야한다는주문서를작성했습니다。まあ確かにステッキを持ち歩いてるとなんか渋くてダンディーですよね。확실히지팡이를들고있으면중후한감도있고댄디하게보이네요。おかげでステッキは作れたものの。ステッキを持って歩くというモーションがなくて非常に苦労しました。덕분에지팡이를들고있기는하지만지팡이를들고걷는모션을만들지못해서그점에서굉장히고생을했던기억이있습니다。ちょっとってことはあんだけステッキを作ってステッキでデザインを作ろうって言っても結局歩くときはステッキは使わずにステッキの意味ないじゃないですか。그렇게지팡이에집착하셔서지팡이를꼭반드시넣어달라고주문서에넣으셨는데이왕만드셨는데그런데그모션을사용하지못한다면이왕만든집굳이디자인한집지팡이를들고걸어야만한다는건가요단디だからいいんです아중후하기때문입니다중한이미지를추구했기때문입니다デザイン的には髪の毛の色はオルシファンと反対ですが血縁関係があるのでどこかに似た雰囲気になるようにと発注しました오르슈판과머리색은좀다르지만요혈연관계이기때문에어딘가비슷한분위기를느낄수있습니다はい기본的な設定をまとめてデザイナーに送ったところ勢い余って長男と次男のラフまで上がってきました기본적인설정을정리해서디자이너한테보냈더니엄청난추진력으로첫째둘째아들의러프이미지까지완성하게되었습니다すごい良いデザインだったのですがコストが取れずに新たに作ることはできませんでした상당히좋은디자인이었는데요コストが없어서새로만들지는못했습니다ただできるだけこの雰囲気に似せるように努力をして既存の顔と髪を組み合わせて探ってもらったのが今の姿です하지만최대한이분위기와비슷하게기존의얼굴과헤어를조합해하며완성하게된것이바로이모습입니다じゃあ、人ばっかりやってきたので、じゃあ次ちょっと人ではないものに行きましょうか。너무사람얘기만했으니까요。다음은사람이아닌것들의얘기를좀해볼까요？ドラゴン。ドラゴン족입니다。はい。敵型として重要な役割ですので、ドラゴン族の設定についても再度精査をしました。네、ドラゴン도중요한역할이기때문에요、ドラゴン族의설정을처음부터다시연구하게되었습니다。蒼天の物語の中には、イシュガルドと敵対するドラゴンの代表と、かつて芝と愛し合ったドラゴンが最低限必要です。창천스토리에는이슈가르드와적대관계에있는드래곤대표그리고시바와연인사이였던드래곤이최소한필요했습니다これらのドラゴンはドラゴン族の中でも強力な存在にしたかったのですがあの巨大なドラゴンは無視できません드래곤중에서도권력을지닌존재로설정하고싶었는데요그거대한드래곤을무시할수는없었습니다そこで考案されたのが源流と七大天流という設定です。그래서생각해낸것이환영과칠대천룡이라는설정이었습니다。そして源流ミドガルゾルムには今回戦うドラゴン族よりもより強い高次の存在としてキャラクター付けすることで第三者の視点から見守り役目にすることにしました。
또한환영미드가르도오름은싸움을벌이는드래곤보다고차원적인존재로설정함으로써제3의시점으로지켜보는역할을부여하기로했습니다ただあの巨大なドラゴンはあまりにも 大きすぎるため連れ歩くためにミニオンとマウントにすることにしました하지만몸집이큰드래곤과함께걸어다닐수는없기때문에꼬마친구와탈것의형태로두었습니다はい、ちなみに実は 3.0 のメインシナリオをコージさんが書くというアイデアもありました。ね、사실 3.0 メインシナリオをコージ氏が担当하자는案이있었습니다。初版の事情でそれが難しくなったために、自分が担当することになったのですが、その際に、いくつかのアイデアをもらいました。하지만여러재반사정상의이유로작업진행이어려워져서제가맡게되었는데요당시코지씨를통해아이디어를얻기도했습니다その一つがドラゴン族のルーツに関わることで源流や七大天流という設定を考える上で核の一つになりました그중하나가드래곤의태생에관한내용이고요환영과칠대천룡의설정에있어서핵심요소중하나입니다そのあたりの詳しい秘密は今後どこかで語られていくことになると思います。이부분에대한비밀이향후콘텐츠등어딘가에서등장하게될것같습니다。はい、そうですね。面白いですよ。네、재밌네요。でも、まあ確かに、私も案を出しましたが、まあ、使われなくて良かったと今思ってます。なんでかっていうと、まあメインキャラクターの半分ぐらい死ぬんですよね、私のシナリオで。제가결국제가안을낸것이사용되지않았던것이지금은다행이라고생각하는데요왜냐하면메인캐릭터중에반이상이죽고있기때문입니다そしてもう一つ코지さんが果たした大きな仕事がありますそれがドラゴン語です그리고또하나코지씨가이루어낸초대형업무가있는데요바로드래곤언어드래곤어입니다このドラゴン語によって異種族である雰囲気が出せたと思っています。苦労話などよろしくお願いします。이드래곤어덕분에다른종족이라는분위기를연출할수있었는데요그과정에있어서의고생담에대해서한번코지씨의얘기를들어볼까요はい。じゃあ、実はドラゴン語を作るのは、ローカライズの私が初めて、担当した世界設定の仕事で 1.0 の発売よりはるか前に、作っています。네、사실은드래곤용어는로컬라이즈로서제가처음으로담당했던세계설정에관련된일인데요 1.0 발매이전훨씬이전부터사실작성되어있었습니다はい、でそのアイディアは採用されたものの結局、1.0 ではこうイシカルトがリリース版に反映されてなかったのでゲーム内で使われる場面がなくなって、まあ、フォルタンの3人目の息子とはちょっと違うんですけどお蔵入りに、されてました。네、あ、그アイディアが채용은되었습니다만결국이슈가르드가릴리스판에서반영되지않았기때문에요게임내등장하는장면이없어졌기때문에포르탄가의세번째아들은아닙니다만창고에들어가게보류가되게되었습니다でもヘブンズワードでイシガルドに行けるようになるよって聞いた時にうっしゃと思って早速小田さんと吉田さんに言ってこの言語あります使えますかって再提案したところOKをいただいたのでまあ現在に至るっていう感じですね。하지만ヘブンズワードで드디어イシガルドへ갈수있게되면서아있게되었다고들었을때아싸하면서바로요시다상에게달려가서오다상그리고요시다상과오다상에게달려가서저드래곤어만들었는데이거다시쓸수없나요라고다시한번제안을한결과그때오케이를받아서지금이렇게여러분들앞에선보이게되었습니다はい、まあではそれはさておき、ドラゴン語とはどんなものなのか、ポイントをピックアップして簡単に説明していきたいと思います。네、그럼일단드래곤어는과연어떤것인가ポイントを집어드리면서簡単하게설명해드리고자합니다。では、まずは外国語の先生らしく文の構造からスタートします。그럼외국어선생님답게문장구조부터시작하겠습니다。はい、ドラゴン語は韓国語や日本語と違って珍しく主語が文章の頭に来ないんです。で、그용어는한국어나일본어와는다르게아주드문구조를갖고있는데요。동사가가장앞에오지않습니다。
はい、で一番最初に来るのは動詞で、その次が目的語で、一番最後に来るのがやっと主語です。가장앞에오는것이동사고요그다음에목적어그가장마지막에주어가오게됩니다で、それはじゃあなぜかというと、実はドラゴン族の、考え方としては動っていうのがあって初めて物は存在するっていう、考えからです。ドラゴン族이생각하기로는움직임이있고나서처음으로사람이나물체가존재할수있다고믿기때문입니다。言い換えれば動なしでは、物は存在すらできないので、動詞は何よりも大事だと考えています。でそのために文章の一番大事な、重要な情報として文頭の、に持っていかれています。一番大事なところですね。네말씀드리자면움직임없이는아무것도존재할수없다고믿기때문에가장중요한동사를가장문장의가장앞에둠으로써가장중요한정보라고생각하는것입니다。はい、では次行きましょう。네그럼다음으로넘어가겠습니다。はい、ドラゴン語には未来形と現在形の2つの時制しか存在しないです。ドラゴン語에는사실미래형과현재형이두가지시제밖에존재하지않습니다。じゃあ過去のことを語りたいときはどうしてるのか、そういうときは現在形を使います。그러면과거형으로말하고싶을때는어떻게하고있느냐바로현재형을사용합니다。でその理由は、やっぱりドラゴン族の基本的な考え方に基づいていて、現在の出来事は全て過去にあったことで成り立っているので、過去のことに触れずに、現在のことは語れないっていう考え方です。그이유는드래곤족의기본적인생각하는방식에근거하고있는데요현재에일어나는모든것은전부다과거에있었던일로성립되고있기때문에과거에대해서이야기를하려면현재를이야기해야만합니다。はい、なのでもう現在形イコール過去形です。그래서결국현재는즉이콜과거라는것입니다。はい、では3つ目いきましょう。그럼세번째로넘어가겠습니다。はい、実は息を吐いて発音する現在形 と、息を吸いながら動詞を発音する未来形があります。사실은숨을뱉으면서발음하는현재형과숨을빨아들이면서발음하는미래형이있습니다。例えば我々は復讐を果たしました、過去形をドラゴン語で言うとアルジャースアン。예를들면우리는복수를완료하였다。과거형을드래곤어로말표현을한다면아르자스안이라고합니다。오케이。で、じゃあそれを未来形の我々は復讐を果たすであろうとなるとアルジャスアンになります。はい、通訳どうぞ。네이표현을미래형으로표현을하자면우리들은복수를해낼것이다。どうぞ。いや大丈夫です。実はこれがやっぱり、プロの声優さんにとっても難しすぎて、これをやろうとすると音声収録の時間がもうものすごく時間がかかってしまうので、ゲーム内では全部吐きながら言ってます。あ、하지만사실은이것이プロ성우들도어려워하는부분인데요이걸진짜빨아들이면서녹음을하려고하면음성녹음을할때시간이너무많이걸리게되므로게임내에서는전부뱉으면서발음을하고있습니다。네ちなみに皆さんがゲーム内で聞いているドラゴン語は実は全リージョン全言語バージョンで同じものを使っています。그리고참고로말씀을드리자면여러분이게임내에서들으시고계시는용언은모두전세계에서전언어에서같은버전을사용하고있습니다。네これはどんな感じで作ってるかというと、まずは日本語の案をシナリオチームからいただきます。이것은먼저일본어시나리오팀으로부터받습니다。でそれを私がまずはドラゴン語に翻訳します。그럼제가드래곤어로번역을합니다。でそれを持って私は会議室に一人でポツンと座ります。그러면그걸가지고자기가아니본인은회의실에가만히앉습니다。で iPhone を目の前に置いて録音を押す。
그리고아이폰을앞에놓고녹음버튼을누릅니다で、ひたすら I'll just Momana で、やります그러면저는はい、で、라고합니다録音した後にそのデータをイギリスにあるスタジオに送ってます그녹음한데이터를영국에있는스튜디오로보냅니다で、そこでプロの声優さんが私の声を聞きながらちゃんとした演技を加えて発音を真似してます그럼プロ인성우분이이제코지씨의발음을들으면서흉내내면서녹음을진행하고있습니다はい、じゃあ次行きましょう자그럼다음으로넘어갈까요はい、じゃあドラゴン号のもう一つのユニークな要素ですが実は単語に性があるとない と、その単語に入っている音が変わりますドラゴン号の一つのユニークな特徴인데요単語に生命力있느냐없느냐が単語に들어가는발음을결정합니다で例えばその単語に性の要素があると例えばそのドラン竜のドランや、救世主のナールのようにという音が入ります。그런단어에만약에생명력이있다면용의 경우에는드란그리고구세주나르와같이응하고하는 N 발음이들어가게됩니다で、その単語に性の要素が全くない単語例えば真実のシスか逃亡のエスクはブレスのようなの音が入ります。네、그단어에생명이없는경우에는진실이라는단어시스나도망이라는에스크같은그숨소리가들어가는 H 발음이들어가게됩니다はい、では次行きましょう。그럼다음으로넘어가겠습니다。で、まあ基本的には드라곤号の文章は非常に短くて内容が非常に曖昧です。기본적으로드래곤어는용어는문장이굉장히짧고내용이모호합니다まあ大体単語が3つあれば結構な情報量を伝えることができます보통한3단어정도있으면굉장한정보량을전달할수있습니다でこれじゃあ3つの単語だけで会話は成り立つのかなぜかというとやっぱりドラゴン族は数百年下手したら数年間一緒に暮らしていてそしてもう数百万回会話をやってることでなんていうかその相手が次に何を喋るのかもう予測できるようにはなりますなので言葉を使わなくても大体理解はできるようにはなってるんです어째서세단어를가지고도대화가성립이되는가설명을드리자면드래곤족은수백년어떤경우에는수천년을함께살아오고있기때문에백번천번이상의대화를서로나누고있습니다그래서상대가다음에무엇을얘기할지대충예측이되기때문에말로그것을굳이표현하지않아도이해할수있는것입니다ということは그렇다는것은요人がドラゴン語をマスターするのは不可能です。인간이드래곤어를마스터하는것은불가능합니다。もちろん、エオルゼアには、そのドラゴン語を研究している言語学者がいますが、やっぱ、マスターするのに何千年ものかかる言語なので、人の短い寿命では、決して習得できるわけがあります。물론에오르제아에는드래곤어용언을연구하는그언어학자는물론있습니다만그마스터하기위해서는수천년이걸리는언어이기때문에인간의짧은수명으로는그용언을다습득하는것이불가능합니다でもやっぱりそれでも使おうとする人はいます例えば詩とか歌詞とかでドラゴン語がたまに出てきたりします그래도사용하려고하는사람은물론있고요예를들면시나노래가사에사용하고있습니다でもそれは結局 K-POP とか J-POP の歌詞で使われる英語と同じような感じでドラゴン族から見ればちょっとおかしくないっていう感じなんですね하지만그인간들이사용하는것은요 K-POP 이나 J-POP 에사용되는영어를생각해보셨을때드래곤족에서보면뭔가좀이상하지않아라는느낌이드는언어입니다で
なんかこのしばらく喋っていない小田さんをなんかすごい寂しそうに見えるので再びバトンタッチをしましょうか。잠깐오다상이아무스러운말씀도안하시고계셔도굉장히심심해보이시는데요다시마이크를넘겨드리도록하겠습니다마르데외국어の授業を受けている学生のような気分でした네마치외국어를배우는학생처럼앉아있었습니다그런기분이었습니다자休憩ができたので次に行きましょう네휴식을취했다고생각이되고요그럼다음페이지로넘어가보겠습니다では今日最後にご紹介するのがこのキャラクターです。エスティニアンです。마지막으로소개해드릴캐릭터는에스티니앙입니다。皆さんが知っての通り、彼はジョブクエストのキャラクターです。여러분이알고계시다시피에스티니앙은잡퀘스트의캐릭터입니다。ドラゴンと人の戦争を描くからにはこの人を出さないわけにはいきません。드래곤과인간의전쟁을묘사하는데있어서빼놓을수없는캐릭터입니다もともとジョブクエストのキャラクターとして作られたのですが設定作りには参加していたんですがキャラ作りの方は当時の竜騎士クエストの担当のシナリオライターが考えました원래잡퀘스트가운데하나인용기사캐릭터로탄생했던캐릭터입니다만저는설정을잡는부분에는함께참여했지만캐릭터를만든건당시용기사퀘스트를담당하던분이셨습니다ジョブクエストでのエスティニアンは主人公との関係性が師匠でありながら敵であるといった複雑な存在です네주인공과의관계는요스승이자적이기도한약간복잡한관계입니다세리프回しも미스테리아스でちょっと分かりにくい面があります말이나행동도미스테리해서약간알기힘든면이있습니다니즈헤크に強い恨みを持って復讐心が強い一方でニーズヘッグの力を使っているという二面性があります니드호그에게강한원한을품고복수심을불태우는가하면한편으로는니드호그의힘을이용해서싸우는그런양면성을지닌캐릭터입니다ただしメインクエストの方に登場させるからには要素の再整理が必要でした하지만메인퀘스트속에서등장하기위해서는요소를좀정리할필요가있었습니다ドラゴンとの戦いにおいては主人公に匹敵するような力を持っていますもしかしたらそれ以上の存在かもしれませんドラゴンとの戦争に関しては빛의전사에필적하거나또는그이상의존재즉창천의또한명의주인공으로상정했습니다つまり蒼天のもう一人の主人公であると想定して喋ることができない光の戦士の代わりに話すキャラクターにしようと思いました。네、설정상주인공을대변하는그러니까말을하지못하는빛의전사를대변하는역할로설정했습니다すでに優等生としてのアイメリックがいるので口が悪いアウトローにしようと思いました이미우등생인아이메리크가있기때문에입이좀거친반항아로설정했습니다プレイヤーの皆さんの気持ちを代弁させるからには口が悪いキャラクターの方が便利でした플레이어의기분을대변하기위해서도입이좀거친편이편하다고생각했습니다はい、そしてアルフィノに対してツッコミ役にしたんですが徐々に兄気分になっていきました다음알피노에게는잔소리를많이하는역할이지만서서히형과같은존재로바뀌었습니다またイシュガルド側の情報を話すという役割も与えたところ反対の立場にいるイゼルと対立して面白くなってきました또한이슈가르드측정보를말하는역할도부여한결과적대적인상대이젤과의관계도재밌어졌습니다蒼天のイシュガルドのメインクエストのテーマその一つとして昔ながらのシングルプレイ RPG のような仲間との旅というものがありました네창천은옛날싱글플레이 RPG 처럼이렇게동료와떠나는여행느낌을내자는테마가설정되어있었습니다個性の全く違う4人のパーティーを想定しました그래서서로다른개성을지닌4명의파티원을상정했습니다まず主人公とセットでついてくるアルフィノです먼저주인공과세트로항상함께다니는알피노입니다当時アルフィノは
生意気で、口ばかりということでユーザーさんに嫌われていたキャラでした。당시에는알피고노가조금건방지고말만번지르르해서유저들의미움을샀던캐릭터였습니다しかも大きな裏切りを受けて、へこんでいる状態です게다가아주큰배신을당해서풀까지죽어있는상태였습니다そんなキャラクターに対して敵としてしか出てきていないイゼルと、ミステリアスすぎて敵か味方かわからない、竜騎士クエのエスティニアンを組み合わせるのはちょっと不安でした그런캐릭터들에게이제적대관계에있는이제레그리고미스테리한요소가많은용기사캐릭터에스티니앙을합치는것이불안했습니다全員が違った方向を向いているような状態ですのでこの4人が仲間になれるのかちょっと心配でした4명모두각각다른방향을바라보는캐릭터였기때문에이들이동료가될수있을지걱정스러웠습니다でもかえってそれが良かったのか書き進めていくうちにエスティアンの、口の悪さや不器用さが生きてきて、相互のキャラクターを補完できて徐々に、このキャラクターのことが好きになっていきました하지만이야기를써나가면서에스티니앙의거친말투나서투른면모가살아나게되었고캐릭터끼리서로보완할수있어서서서히좋아지게되었습니다自分はシナリオを書くときに理屈で書き進めるタイプですがこの辺りは計算していなかった嬉しい誤算でした。ストーリーを논리적으로쓰는タイプ인데요。이부분은제가계산하지못했던예상치못했던오산으로인해서즐거운경험이었습니다。書き進めていくうちにキャラクターが出来上がってくるという楽しい経験でした。네、이런경험을할수있어서즐거웠습니다。じゃあ、キャラの紹介はここら辺にしましょうか。네、キャラクター소개는이정도로마칠까요？いやお疲れ様でした。すごい많으셨습니다。結構面白い情報ばっかりでしたね。うん、재밌었네요。楽しんでいただけたでしょうか。네、여러분즐거우셨나요？まあでもロアとなると本当に1日でも2日でも1週間でも話でも終わらないぐらいあの FF14 はロアがたっぷりありますので。뭐하루이틀일주일이얘기만해도아직파판14가너무방대하기때문에이얘기가다끝나지않을것같은데요でもやっぱりあのせっかく韓国のユーザーさんから質問をたくさんいただいているので残りの時間を使ってその質問にちょっと答えたいと思います저희가모처럼한국에왔으니까요한국유저여러분들께질문을미리받았는데요그질문에대해서시간이허락하는한대답해드리도록하겠습니다오다산미즈이이ですか Ready? はい、じゃあ行きましょうか。네、그럼시작해볼까요？죄송합니다。はい。じゃあ1問目からいきましょう。네、그럼첫번째문제부터시작하도록하겠습니다。에우르제어화폐길의시세가궁금합니다。1길은현실의화폐로얼마정도이며빛의전사가퀘스트완료로받는5000길은에우르제아내에서는큰돈인가요？そうですね。感覚的には1길イコール1ドル、まあ100円。おととい空港で見たレートだと1082ウォンになります。느낌적으로는1길에1달러내지는 100엔정도의가치라고생각을하는데요한국원은그저께공항에서확인한환율로는1082원정도였습니다で、まあ、ゲームの中では、例えばそのこういう表現があります。ロロリとは100億ギルの男だという呼ばれてます。네、ゲーム내에서ロロリトが100억길의사나이라고불리는표현이있는데요。まあそれは、まあ、たったの1台でゼロからそれぐらい稼いでいたっていうすごい男を表してるっていう、表現になります。네、일대에제로에서시작해서그렇게까지거금을번것은대단한아주대단한사람이라는표현으로사용되고있습니다。でもさ、なんかもう今となるとゲーム内ですでに
100億ギルを持ってるプレイヤーとかいそうなんですけどね。그런데플레이어분들중에서도100억길정도가지신분들계실것같은데요彼らはロロリトよりすごいってことなんですか그럼그분들도ロロリト만큼의엄청난부자들인건가요100억길을持ってる人はいますか100억길을가진분이계신가요さすがにいないかな역시없군요ただしゲーム的な価格と設定としての価値の価格は別に考える必要があると思ってます。ゲーム적인가치와설정으로서의가격은저희가좀구분해서생각할필요가있습니다。例えばハウジングの土地などはプレイヤーさんが持っているギルの総量など背景事情から決定されています。예를들면화우징토지가격은플레이어가가지고있는길의총량등그런배경으로부터정해지고있습니다소자이야소비노아이템의가격についても레벨디자인といった게임디자인이直結してくることからそういった意味で価格がつけられています소재나장비에대해서도레벨등게임디자인에직결된가격이붙어있기때문에그점을설정적으로이렇다저렇다말할수는없는것같습니다真面目に考えると一つの料理のアイテムがめちゃくちゃ高額になってしまうと思うんですがそこら辺はゲームと設定は切り分けて考えています한번생각해보면요리아이템이너무비싸지게될것같다는생각도드는데요이거는게임상적합하지않다고생각합니다じゃあ大丈夫ですねじゃあ2つ目いきましょう그럼다음문제로넘어갈까요환상약을복용하여모습이바뀌고난뒤 NPC 들이스스럼없이받아들이는이유가궁금한데요혹시환상약으로바뀐외모는단순히외모만바뀌는게아니라원래부터그종족그모습이었던것처럼그시간선내에인식이바뀌는건가요오다산도소이질문에대답해야하겠습니까대답을해야하는거죠알겠습니다네알겠습니다코지산가例えばエレゼンでプレイしているとしましょう。はい、エレゼンです。コジさんがエレゼンに出会ったと합시다。幻想薬を飲んでララフェルになりました。幻想薬を먹고ララフェルに出会ったと합시다。身長が低くなって頭も随分大きくなったはずですね。키가작아지고머리가커졌겠죠。はい。でもここでよく思い出してください。宿屋に行って愛用の記号録を読んでみましょう。네하지만여기서잘생각해보셨으면하는게요여관에가서추억의일기장을한번봐보십시오모험을하지메타바카리의코로를떠올리시는것입니다모험을막시작했을때를보게될것입니다라라펠이ですよね라라펠이죠라라펠이でした라라펠이었네요そうあなた코지さんは元から라라펠なんです네그러니까코지씨는처음부터라라펠이었던겁니다もともとエレゼンだったと思い込んでるかもしれないですけど幻想薬飲みましたよね飲みました変な薬を飲みました원래는エレゼンいったと생각하시죠근데환상薬을마시셨잖아요네이상한약을먹었습니다成分もわからない怪しい薬を飲んでラリっていたんでしょう네이상한약을마시고약에취해있던건아니신지요ひどい너무하세요じゃあ次行きましょうか。다음으로넘어가겠습니다。ラバナ토벌전은글로벌서버에서 Thok asked Thok 라고하는데이게무슨뜻인가요これちょっと説明が必要ですね。英語版ではその戦う相手ではなくて戦う場所をそのクエスト名そのコンテンツ名にはしてるんですよ。なので、英語英文版에서는コンテンツ名을정할때싸우는상대가아니라그싸우는지명을コンテンツ名으로설정을하고있습니다。まあなので、Thok asked Thok っていうのは、そのラーバナと戦う場所になります。그러므로이문장은라바나와싸우는장소입니다。で、Thok asked Thok も一応意味があって、우선은이단어도의미는있는데요。で、それがグナースの言葉で、Thok っていうのは戦いの他に頂点っていう単語、2つの意味を持ちます。
그나스언어로소클은싸움이라는의미와동시에정점이라는의미를동시에가지고있습니다なのでトック、アス、トックっていうのが、戦い中の戦いとか戦いの中の頂点という意味になります따라서이문장은싸움중의싸움또는싸움의정점이라는의미가됩니다まあなので最高のチャレンジがまあできるラバーナと対戦できる場所っていう意味になってしまいます네그래서싸움의정점이라바나와싸울수있는장소라는뜻에서정해진이름입니다はいじゃあ次行きますか다음으로넘어갈까요모험가소대원들은전부클래스인데집사들은어떻게잡을가지고있나요백마도사의경우원칙적으로뿔의아이만될수있고소환사의경우야만신을잡은경우에만가질수있는데집사들도사실전직빛의전사인가요リテーナーをジョブにするときにジョブの心というアイテムを使いますよね네잡지침서의도움말을잘읽어보시는게좋을것같은데요そのアイテムのヘルプテキストをよく読んでほしいんです네고대의잡장비를다루는방법이기록된책이라고쓰여있습니다이니시에のジョブ向きの装備品の扱い方を記した書物書いてあります네그걸잘보시면은그들은잡자체가되어있는것이아니라잡전용장비의사용법을배운것에지나지않다고적혀있습니다つまりジョブ向きの装備品の使い方を学んだだけであってジョブそのものになったわけではありません네그래서잡자체가되는것이아니라잡전용장비의사용법을배운것에지나지않습니다ですからリテーナーの中にたくさんの白魔道士がいるわけではありません네그래서자료가많이있으니그쪽을잘읽어보시면좋을것같습니다でもリテイナーが頑張れば白魔道士になれるんですか그러면집사가되면백마도사가될수있는건가요소울크리스탈도才能があれば소울크리스탈과재능이있으시다면가능합니다いいんです잘알겠습니다자行きましょう次、네、다음질문으로돌아가겠습니다금기도시마의묘비가나는궁저하면서쓰러지는데혹시마가암다포르의궁전에서가져온석상수호자인가요당장옛암다포르시가지어려움에도석상몬스터들이있고망자의궁전탈것떠도는머리에도석상의마법을걸어만들었다는설명이써있는데니무나마하에비해암다포르문명의자세한설명이많지않아궁금합니다すごいですね。マニアックな質問です。すごい詳しい方ですね。설정에대해서굉장히자세히알고계시는분이시네요자확실히言います。あれは브록스와마하노모노ですよ。분명히말씀드리겠습니다묘비는마하것입니다でもじゃあなんであのアンダプールっぽいものがマハにいるのかあれって思ってる人もいるのは多分確かだと思います。그러면암다포르같은게왜마하에있는지궁금해하시는분들도계실것같습니다その説明は小田さんがやります。그설명은小田씨가해주시겠습니다마하とアムダプールは戦っていました。마하는アムダプールは싸우고있었습니다戦いの中で倒したアムダプールの石像をマハが手に入れることもありました。싸우던중에쓰러진그런묘비를마하가취득해오는일이있었습니다マハの黒魔道士たちが捕らえたアムダプールの石像を調べることで真似して作ったのがブロックスです。マハの흑魔도사들이그거를흉년에서만든게바로묘비입니다。現実の戦争でも敵の兵器を露覚してそれを研究して似たようなものを作ることがあります。현실의전쟁에서도종종이런일이일어나듯이적의병기를연구한결과만든것입니다ブロックスもその一例ということですね。묘비도그한가지라고볼수있겠죠。じゃあ次行きましょうか。그럼다음질문으로넘어가겠습니다。톰베리병에걸린사람들은톰베리로변하게되는것과동시에오래살게되는저주도함께받은건가요학자퀘스트를하며만난톰베리들은매우오래전사람들같은데아니면톰베리종족자체가오래사는생물인건가요トンベリって学者のクエストによく出てきますよね。トンベリは学者クエストで登場하지요。
あの学者のクエストを書いているのが自分なので質問ありがとうございます。학자 퀘스트를 제가 썼기 때문에요. 이 질문 정말 감사합니다. 돈베리 병에 걸린 사람들은 돈베리화したと同時に長生きをする呪いがかけられたわけではありません。돈베리병에 걸린 사람들은 돈베리 병에 걸렸을 때 수명이 길어지는 것은 아닙니다. 彼らは ワンダラーパレスごと 封印 魔法をかけられていたので、 1500 年間 眠っていたような状態でした。네그들은1500년간약간자고봉인되어있던그런상태입니다뭔가 SF っぽいですね。あのよく出てくるコールドスリープ的な感じって持っていいんですか？SF 에서자주나오는그냉동인간같은상태라고이해하면될까요？その解釈で間違いないです。네그렇게해석하시면좋을것같습니다。じゃあ次行きましょう。다음넘어가겠습니다。그리다니아환술사길드마스터뿌레아이에스미아는나이가230살이라고했는데 그리다니아는몇년된역사이며그리다니아의뿌레아이는언제부터나타난건가요또한에스미안과나이가비슷한뿌레아이는더이상없는건가요これまたマニアックな質問ですね。아이것도제가굉장히마니악한질문으로받아들여졌는데요細かい設定を説明していきますね。네、상세하게좀설명을드려볼까합니다。現在から500年以上前。현재부터한500년전이상전에요。그리다니아という国ができた頃のお話になります。그리다니아라는나라가건국되었습니다。그리다니아の人たちの中にヨリンという名前の幻術師がいました。네그리다니아라는나라에요린이라는환술사가있었습니다このヨリンという人の子供が、그리다니아で初めての角巫女です요린이라는아이의요린이라는환술사가정에태어난장남이최초의뿔의아이입니다この子供がイ・オク・ポタという名前でした。후에이오크포타라고는이름입니다。この人が最初の幻術工になった人です。이게이오크가최초의환술왕이되었습니다。この人は272歳まで生きて死んだという設定です。네이사람은272살까지살고자연사하게되었습니다。老衰による死亡でした。네아주최고령이죠大体最高でもこれぐらいの年齢まで生きるということです네최대로생각했을때이정도연령까지는살수있다고보고있습니다でエスミなんですが生きている角巫女の中では一番のお年寄りです네エスミ는살아있는뿔의아이중에서최고령입니다残念ながら同世代のものはいません네아쉽게도비슷한나이대는없습니다ですからカヌエたち他の角巫女とはもっと若い다른뿔의아이는훨씬어립니다そういうことになります그럼다음으로넘어가겠습니다では次に行きましょう대부분의퀘스트영상에서는주인공이플레이어한사람으로그려지지만간혹대규모로진행하는메인퀘스트바하무트미궁편알렉산더편같은영상에는다른유저들도많이같이비춰지는데요세계관설정상다른유저들은어떤존재인가요플레이어와똑같이초월하는능력을가진새벽의멤버인가요이건좀어려운질문이네요이건좀어려운질문이네요이건좀어려운질문이네요でまずこうストーリー上で、まあ、あの光の戦士あなただけですよみたいな感じなんだけど一緒にパーティーを組んでる人も、まあ、その人にとってみれば光の戦士なんですよねゲーム상에서빛의전사는너야라는식으로비춰지고있지만사실은같이파티를맺고있는사람들도빛의전사입니다でもそれはあえてゲームの中で触れてないのは、ちゃんと理由があります그걸굳이게임내에서밝히고있지않은데에는이유가있습니다なのでそこがプレイヤーがロールプレイしやすくするために曖昧にしてます
그것은 플레이어 여러분들이 롤플레이하기 쉽도록 일부러 애매하게 표현하고 있습니다. まあなので、プレイにとっては今回のパーティーメンバーは、みんな、その場酒場で、会った、ランダムな人なのか、一緒にずっと旅してきた、大事な友達なのか、もしかして超える力を持っている人なのか、持ってないなのか、 そこで、プレイヤーが自分たちでストーリー作れるように曖昧にあえてしてます。 그것은 파티를 함께 맺으시는 다른 모험가 여러분들이 술집에서 만나서 우연히 알게 된 친구들일 수도 있고 오래전부터 계속 플레이해오시는 친구들일 수도 있고 또는 초월하는 힘을 가진 특별한 사람들일 수도 있기 때문에 그것은 여러분들의 상상의 자유에 맡길 수 있도록 일부러 애매하게 표현하고 있습니다. 전제として 주인공 이외にも 超える 力を 持った 人物は 存在しています。 네, 전제로서의 주인공 이외에도 초월하는 힘을 지닌 인물이 존재합니다. NPC ですと アレンバルドやイゼルやクルル. 네, NPC 중에는요 アレンバルド나 이젤, 쿠르르 등이 이에 해당합니다. 彼らが 超える 力を 持っている 캐릭터です. 네, 이들이 이런 캐릭터를 가진 캐릭터입니다. 一緒に 파티를 組んで くれる 人たちについては皆さんが自由に考えていいと思っています。 네, 함께 파티를 하고 계는 하는 분들은 여러분들이 자유롭게 생각하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 次に 行きましょう. 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 미코테의 혀는 진짜 고양이처럼 까칠한가요? 아우라는 진짜 도마뱀처럼 비늘이 있는 부분을 탈피하나요? 普通の人間と同じだと考えてください。 여러분의 혀와 일반적으로 같다고 생각해 주십시오. ただしアウラのウロコなんですけれども成長に応じて日焼けをした時の皮膚のようにペリペリと剥がれるという設定があります。 아우라의 비늘은 성장하면서 햇볕에 심하게 탄 피부처럼 약간 파삭파삭하게 벗겨진다는 설정은 있습니다. 네. じゃあ、アウラ族の鱗がペロッと落ちて、それをギャザラが拾ってマーケットで売るっていうことは今後あるんでしょうかね。 그러면 그렇게 아우라의 피부 비늘이 벗겨졌을 때 그거를 채집하시는 분들이 주워서 시장에 갖다 팔거나 하는 건 가능할까요? 뭔가 錬金術で 作ったり, 뭔가 こう それで飲んで こう元気になるとか. 아우라 뭔가 연금술 재료로 사용되거나 약을 만들어서 마시거나 하는 일은 없을까요? 유저の皆さんから 아우라의 우로코という 아이템이 欲しいという 熱烈な 요구가 아れば 検討します. 네, 유저 여러분들이 아우라의 비늘을 원한다는 그런 퀘스트가 있으면은 리퀘스트가 있으면은 한번 검토해 보겠습니다. 다분 ないと思います. 아마 없겠죠. 자, 次の 질문에 行きましょうか. 네, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 머리에 장착하는 아이템 중 안경은 안경 다리는 보통 귀에 걸어서 착용합니다. 그런데 미코테는 다른 종족과 달리 귀가 머리에 달려 있는데 미코테들은 안경을 어떻게 착용하는 건가요? 예, 本当に 知りたいんですか? 여러분 정말 이게 알고 싶으신가요? 자, どうぞ. 말씀해 주시죠. 本当に つまらない 回答だと思うんですが. 네, 아주 재미없는 답변이 될 것 같은데요. メガネのつるの角度が調整されていて挟み込んでいるだけです。 네, 안경 다리 각도가 조절하게 되어 있어서 단순히 머리를 끼워 넣는 것뿐입니다. 에텔のせいにしてほしいですか? 에텔가 필요한가? 에텔가 필요하신가요? 저 이마考えたでしょ. 지금 생각하신 거죠? 자, 次の 질문에 行きましょう. 자, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. V3.3 최후의 포효에서 니드오그전 이후 두 사람이 등장하는데 이 두 사람은 환영인가요? 아니면 진짜 그들의 남은 에테르인가요?
責任を持ってお答えしましょう。責任感を가지고대답해주세요。自分からこの問題についてあえて何だったのか言うつもりはありません。제가굳이무엇이었는지말할생각은없습니다。あなたが見たこと、そして感じたことがすべてです。여러분들이본것그리고느낀것만이진실입니다。それぞれのプレイヤーによって真実が違うかもしれないし、同じかもしれないですね。각각의플레이들에게있어서진실이같을수도있고다를지도모르겠네요。これ以上は何も話さない。더이상은말하지않겠습니다。では次行きましょう。그럼다음질문으로넘어가겠습니다。니무마하암다포르의이야기는나중에메인퀘스트나서브퀘스트로다시한번언급이되나요？そうですね。これは答えられるって言えば答えられるんですけど。대답을드리자면대답은드릴수는있는데요。でもやはりこの話は実は 4.0 のジョブクエストでやっぱり出てくるので、そこまでちょっと待っててほしいです。やっぱみんながちゃんとクエストをプレイして、これの体験をしてもらいたいです。네말씀은드릴수있는데요이게 4.0 에서잡퀘스트로등장을하거든요그래서조금만기다려주셨다가퀘스트를직접플레이하면서여러분들이직접체험해주셨으면좋겠습니다 4.0 でも非常に苦労しながらクエストをたくさん書きました네 4.0 에서도굉장한많이고생해가면서퀘스트를작성했습니다じっくり焦らず楽しみながらプレイしてください。ね、꾸준착실하게좀초조해하지마시고요플레이해주셨으면좋겠습니다。じゃあ次に行きましょうか。그럼다음질문으로넘어가겠습니다。삼투신중에서세피로트는왜말을하지않나요？다른삼투신인소피아와주루바는전투중에말을하는데제일처음에나온세피로트는아무런말도하지않습니다왜세피로트는아무런말도하지않는건지궁금합니다약간이따이질문ですね조금아픈질문이네요약간ちょっと業務的な話にはなるんですけどじゃあ小田さんよろしく업무적인이야기가될것같습니다만오다씨께부탁드리겠습니다보이스収録のタイミングが合わなかっただけです네목소리녹음타이밍이맞지않았던것뿐입니다当然セリフを書くためには番神の企画が決まっていないと書けません。え、당연히기획이완성되지않으면은이거를넣을수가없습니다。ただしグローバル版を含めると日本語、英語、ドイツ語、フランス語のボイスを同時に収録する必要があります。네글로벌판에서는요영어、독일어、프랑스어、일본어를동시에녹음을진행을해야되는데요。ですので企画とボイス収録のタイミングが合わないと急に無口な人になってしまいます。네、그래서야만신기획과녹음의타이밍이맞지않으면은갑자기이거를끼워넣을수없습니다。ただできるだけボスバトルにボイスがあった方が盛り上がるとは思っていますので、なるべく頑張っていきたいです。네하지만목소리가들어간배틀이훨씬재미있다는것은저도알고있기때문에최대한넣으려고하고있습니다では時間がわずかとなりましたので次の質問を最後とさせていただきます그럼슬슬시간이끝나가기때문에요다음질문을마지막으로하도록하겠습니다 마무자족목욕의춤은안무가어떻게되나요言葉では伝えきれないので네말로는전해드릴수가없는데요説明するには踊るしかないんですが네설명을하려면춤을출수밖에없는상황인데요せっかく初めて韓国に来て公然わいせつ罪で逮捕はされたくありません네하지만모처럼처음한국에왔는데공연음란죄로체포되고싶지는않습니다無事に日本に帰るためにもここは勘弁してください。네、일본에무사히돌아갈수있도록저를좀오늘은봐주셨으면합니다。まあいい答えだと思います。좋은답변이었다고생각합니다。じゃあもう時間になりましたので、これぐらいにしておきます。ありがとうございました。지금시간이되어서이쯤에서마치도록하겠습니다。감사합니다。はい、じゃあ
緊張しました。緊張しました。なんかアメリカ人の私が日本語で喋ってそれを韓国語に翻訳されるっていうわけわかんない状況って初めてなもんですから。미국사람인제가일본어로말을하고그거를한국말로통역하는뭐이상한상황이되었습니다만まあでもものすごく楽しかったし、みんなさんが、まあ笑ってくれたり、うんうんって言ってくれたので、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。でも여러분이굉장히많이웃어주시고잘즐겨주신것같아서너무감사합니다。はい、今までご清聴ありがとうございました。지금까지들어주셔서굉장히감사합니다。これほど多くの人の前で話すのはなかなか慣れていないので、すごく緊張しました。이렇게많은사람들앞에서말하는그런경험이없었기때문에굉장히오늘긴장을많이했습니다ただ皆さんが温かく声援を送ってくださったおかげで最後まで喋りきることができました하지만여러분이따뜻한성원을많이보내주신덕분에끝까지잘말할수있었던것같습니다今後も蒼天のキャラクターだけではなくもっと皆さんに大好きになってもらえるようなキャラクターを考えていきたいと思っています앞으로도창창캐릭터뿐만아니라더많은캐릭터들을여러분들의사랑을받을수있게열심히해나가도록하겠습니다 4.0 의메인퀘스트ジョブクエスト等もお楽しみに 4.0 메인퀘스트와잡퀘스트도여러분많은기대부탁드립니다今日は本当にありがとうございました오늘정말감사했습니다はい、で、この後私と太田さんが多分、フロアのどっかで回ってると思うので見かけたら気楽に声をかけてくださいよろしくお願いしますさようなら이거끝나고요저랑太田さんいいフロアを막돌아다닐거라고생각하는데요그냥편하게막말걸어주시면감사하겠습니다다음에또뵙겠습니다